はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、タクです。今日は何ですか、更新があってですね、ガチャ更新ですね、ありました。狙い撃ちガチャ、得意練習2つ持ちオンリーのガチャでございます。ここの真ん中にいますよ、レイリー。なんか復刻キャラも結構いますね。10体いて、ちょっと確認してみますか、はい、結構面白いよねこのガチャね。うん、怒り進む暁バージョン、友沢、ギャレンドラ、マルチドロイド、不屈、シドレミ、シノノメ、カザイン、荒方、鏡で、レイリー、鈴木、カザナギ、なんとかリュウジで、ナルミ。え、これさ、なんかこのタイミングで出してくることがまずどうかと思うんだけど、これ PSR 確定で1枚とか30連で出してくれたらちょっと面白かったのになと思わない。まあでもカザイン欲しいし、アラカタも欲しいし、割と俺でも欲しいところ結構多いよ。まあっていうか、得意練習2つの違いがやっぱ今の新しいエビル高校に強いから出してきたっていう感じのガチャっすよね。もしかしたらこの中のキャラとかまだ割とぶっちゃけテンプレってそんな固まってないと思うんですよ、投手が特に、まあ野手もっていう中で、まあここら辺から割と入ってくるキャラとか、まあ例えば全力で言うといきなりマルチドロイドの時代とかちょっとあったじゃないですか、そういう感じのキャラがまあこの中にもしかしたら輝くキャラとかいろいろいるかもしれないですね。この先駆け龍二なんか結構いいんじゃない、はい、ねえ、あと鈴木とかね、普通に強いじゃんこのキャラ。なるほど、ということで、まあちょっと私引いていこうと思います。で逆に外れ枠っていう見方じゃないですけど、投手と野手での2種持ち、なるみとかね、はまたちょっと違うんですよね。しののめとかやっぱり別バージョンでどうなったんだっけ、なんかまた輝くのかな。まあギャネンドラとか熱そうだよね。まあでもヒートアップが被りなのか、なるほど。まあひとまず引いていきたいなと思います。でまあ SR 確定の20連までにしようかな。ちょっと石は甲子園大会に取っておきたいんで。ですね。いきます。一応埋めるか。いきます。10連目。虹来い。よしきと。キランも来い。来そうだな。いやー。いやー、しかも。いやー。まあでも鈴木はまだ可能性がある。わギャネン来るね。まあでも福津投手とか意外といいかもしれないですよね。本当投手サクセスにおいて数少ない、メンタル得意練習と2種持ち、なるほど、そういう見方もできる。まあ、輝くかはちょっと分かんないですよね。そうだよね、メンタル急速で、なるほど。まあでも鈴木はね、解放目指せるので良かったかなと思います。さあ20連目です。ここは50個も使います。虹来い。まあ SR は確定です。2枚欲しいですね。何枚、1枚。おお、ここはここはね、解放確か狙えるはず。そうですよね、うん、なるほど。最近ちょくちょく荒方火災のピックアップっていうか多いですね。多いね。まずは鈴木くん、君は46です。どうしようかな、なんか通りそうなイメージがないな。まあでももうこっからはカウントダウンなんで、やっちゃいましょう。いきます、1個いこう、来い。もう一個いっちゃい。おお、どれが通った。まあ SR だろ。まあ SR だろ。そして腹痛ね、腹痛はこれはなんだ、これは重野五郎ね。俺腹痛は PSR 持ってないんだ。持ってないです、持ってないと思います。そんな引いてなかったですよ。そうなんだよね、だから SR も45になってない気がするんだけど、これは深夜式いた、これだよね。そうっす。おお、わお、
珍しく35ね。うん、まあ良かったんじゃない。そうっすね、うん、PSR の解放進んで SR の解放進んで、うん、そっか、ここは割とこれどうなの45で。ああ、なるほど、大事ですね、ここはつけたいね。そのメンタルで輝くかもしれないっていうことがね、やっぱりあるんであればここはつけたい。もうやっぱ得意練習5つ、うん、全部入れたいじゃないですか、あの筋トクを量産するには、うん、ってことを考えるとやっぱメンタルは1個キーになる中で、なるよね、回復も含めね、はい、ってなるとまあ球速持ちは結構でかいですよね、まあ、他にもボンダとかある選択肢あると思いますけど、腹痛もまだその可能性ある一人かなと思いますね。なるほど、新高校でこうやってまたねキャラが復活するのは嬉しいですよね。ちなみに今エビル高校でやる時のまあいわゆるテンプレって言われるところですかはどれだっけな、これ、ここにハクとかなんだよね。今ハクいるかな。これがテンプレなんですね。ハクがまあ、ハクいないんで、ちょっとこうして、まあ、見やすくしますね。こんな感じだったんですよ、ゲームウィズさん見てても。まあ、変わるところで言うと、彼女キャラ、ここ。は変わる可能性はあるかなっていうね。はいはい、まあ、今回、国樹神が肩っていうことで、まあ、ここがね、肩の枠になるので、まあ、ここは一つあるかなと思います。あとはどこなんだろうな。まあ、佐伯に関してはまだそのまま使うでしょ。佐伯、うん、佐伯振り袖は、あ、まあでもレイリーもそうだし、うん、外せない感じがしますね。まあ白もそうだな、うん、まあ要は上限値アップ持っていて、だから国樹神が何の上限値アップかというか結構キーだね。うん、どちらにしろ肩だから入りそうだしさ、これで新しい上限値走塁なのか肩なのか筋力なのか分かんないけど、それが持っていたらちょっとやばそうだね。そうですね。まあでも国樹神じゃないにしろ、うん、まあ、パープルの日モネちゃんであったり、まあ間違いないですよね、うん、エビル輝かせるために今回のようなガチャが来たり、まあ、国樹っていうキャラが出たり、まあ、近々パープルの日とかで、うん、もうエビル向けのなんかぶっ壊れとか出てくるんじゃないですかね。あとなんか別な動画でも言ったけど、俺投手は結構楽しみにしてるよ。うん、うん、よく全力でやっていた投手デッキが、まあ、これなんですよ。でここに、まあ、こんな感じでやると面白いんですよ全力でね、うん、で変化球でかつ、変化守備とかね、変化球速とかいるじゃん。その変化持ちで他のポジションも得意練習持ってるキャラが今後おそらく増えてくると思うんだよね、うん、変化コントロールとかないでしょ、変化スタミナとか。はい、そうなった時になんかすごそうだね。そうっすね。まあでもどうなんすかね、うん、まあエビルの可能性を今後広げていくためにはでもまだキャラは必要だと思いますから、今カズ絶対に今ガチでやるとしたらまだ全力、うん、で今カズが言ったようなのがまず当初は実装されていかないと、うん、特技練習2個持ちで野手に関してはもっとエビル向けのキャラがまたより一層出てこないと、最大値っていう話になると全力、まあ、でも本当強いのは間違いないですね。いや強いよね、はい、やってて面白いですね。うん、あとはやっぱり金徳合計10個、うん、取れてかつ千丸でドハマりした時のサクセスをちょっと早くやりたいね。うん、うん、今あの金徳10個取って SS7 とか8とか、うん、8もいるんですから。8は分かんない、でも7は確実にいるからね。聞きますよね。だからこっからキャラが出てきたらね、え、今ベースがある中で7とかだから全然まだまだ可能性あるよね。うん、あとはコツをもらうタイミングでどうコツを取っていくかっていうなんかうまさは出てきそうじゃない。うん、うん、そうですね。まあそんな感じでエビル高校楽しんでますけども、特にやってる感じ楽しくない？結構でもまだ特攻サクセスしかこの高校やったことないんで、うん、ガチな方まだどうなんですかね。
俺がね、ちなみに、あーもうこれ変わっちゃったわ、あれ、あもう消えちゃったわ。 SS ね、 5手前ぐらいまで作ってんのよ。でそうなってくるとやっぱり最大値は全力じゃないかってなる、今んとこね。そこでいまいち手つけてないって感じはですね、僕は。なるほど。まあちょっとでもいろいろやってみてさ、試行錯誤した上でちょっと皆さんにボカンとハマったサクセス見せられるように頑張ろうよ。頑張りましょう。じゃあそんな感じで、はい、まあちょっとこのガチャね、難しいかなと思ったんですけど、まあうまくね2つ解放してよかったです。皆さんもちょっと迷ってる方は迷ってください。うん、はい、また動画でお会いしましょう。バイバイ。